セルベース SPR 顕微鏡は、細胞表面に発現している分子と、アナライト分子との相互作用を、SPR 検出系で計測し、カイネティクス解析により、当該分子間の結合速度定数、コン、乖離速度定数、コフ、乖離定数、KD を取得する、分子間相互作用解析システムである。セルベース SPR の計測、解析に関する基礎技術は、 アリゾナ州立大学での研究により確立され、この研究成果をもとに米国バイオセンシングインストルメント社が初めて製品化に成功した。セルベース SPR 顕微鏡の原理左側、SPR 顕微鏡のセルベース SPR 計測系と右側、従来の SPR 計測系セルベース SPR 計測システムは、 SPR 計測用センサーチップの筋膜面上で培養した細胞の膜タンパク質や糖鎖とアナライト分子との分子間相互作用を SPR シグナルとして検出する従来の SPR 計測システムはセンサーチップの筋膜表面から数百ナノメートルの範囲で生じる質量変化分子構造の変化を SPR シグナルとして検出するため 計測範囲を超える厚みがある細胞表面に存在する膜タンパク質や糖素などの分子との相互作用を検出することはできない。セルベース SPR 計測システムは細胞表面における分子間相互作用に起因する細胞の物理変化を SPR シグナルとして検出することにより細胞表面の分子とアナライト分子との分子間 相互作用をダイレクトに計測することが可能である。セルベースではない従来の SPR 計測系では、単に生成した膜タンパク質を SPR 計測用センサーチップに型消化して、アナライト分子との相互作用を計測する。しかしながら、細胞膜上に存在するという、生成膜タンパク質の特性から、実験用のサンプルの確率、調整には、 多くの技術的課題があることが知られている。セルベース SPR 計測システムは膜タンパク質を単に生成することなく、細胞そのままを使って分子間相互作用計測を行うため、本来の機能、構造を有する膜タンパク質との SPR 分子間相互作用計測を行うことができる。膜タンパク質の機能には、細胞膜や、 細胞内の分子との相互作用が関与していることから、単に生成することによって、本来の機能性が喪失もしくは低下することがある。膜輸送系などの細胞膜上で複合体を形成している膜タンパク質では、生成時に複合体を形成するドメインが分離してしまい、元通りの複合体構造を再構築することは、難しい膜タンパク質には、 素水性ドメインである膜貫通領域が含まれているため膜から分離することにより凝集、不要化することがある。このような場合、分子構造の改変等により可用化を行うことができるが、本来の機能、活性を維持したまま可用化することは非常に難しい。一般的にセルベースの計測では細胞間で発言プロファイルが異なる。 不均一性に起因する計測条件のばらつきを標準化するために同一反応系で複数の細胞をターゲットとする計測を行う必要がある。セルベース SPR 顕微鏡の SPR シグナル検出器は二次元的な広がりの計測視野を有しており、同一計測視野内で複数の細胞をターゲットとする分子間相互作用シグナルを計測する。また、 セルベース SPR 顕微鏡の SPR シグナル検出器は顕微鏡レベルの高い空間分解能で SPR シグナルを測定することにより局所的に分布している SPR シグナルを高精度に検出することが可能である。セルベース SPR 顕微鏡は顕微鏡レベルの高い空間分解能で二次元、計測領域内の SPR シグナルを計測。 アウトプットすることができるため、ウイルスなどナノメートルサイズの微小な構造体の可視化、分析、シングルセルや細胞表面に局所的に分布している分子との相互作用の計測、解析を行うことができる。ありがとうございます。